作平駅は長野県作市作平駅東にある東日本旅客鉄道の駅である。北陸新幹線と在来線の小海線が乗り入れ、両路線の接続駅となっている。作盆地の通称、作平に由来するものである。当駅設置にあたっては、作市と小室市の間で、駅名についての論争が発生し、久市側が久駅を、小室市側が小室久駅。 または、佐久小室駅を、それぞれ主張し、譲らなかった。最終的に当時の長野県知事、吉村五郎に調停を依頼し、佐作平という名称とすることで1996年11月26日に、決着した。佐作平は、小室市を含む佐久盆地一帯を指し、かつ県が、品野の国に登場するなど親しまれている名称であったことから、漁師ともに受諾した。 その後、佐久市と小室市は2011年に供用開始された佐久小室 JCT の名称検討の際に対立している。新幹線は当駅前後のトンネルと道路との間の土かぶりの関係から縦曲線及び勾配の基準を考慮して、当駅は地平に設置することが最も合理的と判断されたため、 当駅の開業に際して、地上にあった小海線の線路を高架に持ち上げ、地平の新幹線ホームの上に在来線高架ホームを設置している。当初の計画では小海線の駅は設置しない計画であったため、西岸駅としてホーム建設費を地元自治体で負担した。新幹線ホーム上に橋上駅舎を有する。駅舎には、 近くの旧中込学校をモチーフに重厚感ある、白壁やステンドグラス風のガラスが使用されているほか、周囲の山並みを表現するとして、三角屋根が取り付けられている。出入り口は2箇所あり、南口は縦品口、北口は浅間口と呼ばれる。縦品口と浅間口との間は自由通路で結ばれている。駅舎の立品口側には、作詞の施設、 プラザ柵が併設され、施設内には、からくり時計、土産品店、レストラン、観光案内所、コミュニティ放送の FM 柵平などがある。乗車券、新幹線特急券、当駅への入場券などは、緑の窓口、指定席券売機、緑の窓口横のタッチパネル式自動券売機で購入することができる。小海線や品の鉄道の実ぎの乗車券は、 緑の窓口のほか小海線乗り場よりのタッチパネル式、自動券売機でも購入することができる。2016年10月、新幹線改札内に新しい待合室が完成した。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。対比線がないため可動式安全策が設置されている。駅の東側には保守用車用の留置線がある。 短式ホーム一面一線を有する公開機。ホームには待合室がないため、ホームと通路はドアで締め切るようになっている。また、新幹線と小海線の改札口は別で、自由通路から長い通路を通ることとなり、新幹線は自動改札機であるのに対し、小海線は改札がなく無人駅扱いである。ただし、車掌が改札をすることも多く、駅員が 臨時に改札をする場合がある。乗り換え改札口がないため、新幹線と小海線の乗り換えの際は、一旦改札口から出ることになるが、途中下車不可の切符であっても、特例で改札口から出ることができる。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は3086人で、ある。また、 新幹線の1日平均乗車人員は2691人である。近年の推移は以下の通りである。パークライド用の大型駐車場が存在する。駅開業当初、周辺には商店や住居等がほとんどなかったが、その後メインの縦品口側にイオンやベーシアなどのロードサイド大型店舗が密集している。浅間口側には駐車場、マンションが密集している。 新幹線開通による、作市の急成長、及び当駅を中心とした新たな街づくりは、他の整備新幹線計画のある地域で参考とされることがある。当駅の西側では、中部横断自動車道が新幹線をくぐる形で交差している。作平駅には、JR バス関東、選挙区バスの高速バス、路線バスと作市内巡回バスが乗り入れている。現在は、 すべて皮脂や弁当店が販売している。公式の駅弁業者は2006年春に撤退しており、市販の時刻表から駅弁マークの表記が消滅した。臨時快速、ハイレール1375の隣の停車駅については列車記事を参照のこと。駐車区出店新幹線。ありがとうございます。